はい、皆さんこんにちは、竹島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回からですね、眠りについての話をしていきたいと思います。眠りです。睡眠ですね。なぜこの話をするかというと、この、今の季節、眠りが浅くなったりとか眠れない方が増えてくるんですね。皆さんそういうことございませんでしょうか。例えばなかなか寝つけなかったりとか、あと寝ている途中、夜中に起きてしまったりであるとか、あと朝、普段と同じだけのこう時間寝てるんだけども、朝起きた時にこうすっきりしない、深く眠れてないっていうね、そういう方が増えてくる時期なんですけども、皆さんはいかがでしょうか。しっかり寝れてますか。ここでね、ちょっと心配になって、やっぱり眠れてないとね、体しんどいと思うんですよ、次の日の朝ね。でそこでなんか不安になって、心配になってお医者さんなんか行くと、睡眠薬とかなんとか導入剤とかそういうのをね、処方してくれるかと思うんですけど、もうそういうのを一回処方してもらうと、あとはあなたはもうそのお医者さんと製薬会社のいいお客さんになってしまいます。しかし皆さん心配しないでください。なぜかというと、僕たちのこの生態の考え方の中ではね、1年間、人間の体のリズムっていうのがあって、特にこの今のこの季節は眠りが浅くなるというのは、季節柄そうなってしまう季節なんですね。なので皆さんわざわざお医者さんに行って薬をもらうようなことはしないで、ぜひぜひやっぱりこのね、生態の方を実践して、勉強してね、実践していってほしいと思うんです。で今回もこの眠りっていう話の中で、自分でできる眠りを深くするね、良質な眠りを得られるような方法をちょっとまた紹介していきますので、ぜひぜひまたこの眠りシリーズをね、ちゃんと見ていただきたいなと思います。まずどう言ったらいいかな、まず季節的って言いましたけども、人間の体っていうのはこれからね、お正月にかけて、だって夏が終わって、寒くなってきてから、朝晩寒くなってきてから、正月にかけて、ちょうど今ぐらいの季節に、骨盤が締まってくるわけですね。骨盤が締まってきて、自律神経の交感神経が緩みにくくなってくる、という現象が起こります、この季節ね。それによって眠りが浅くなってしまうという、理論なんですね。でここでまずどういったらいいかな、整体していく上でね、ここで自分でできる整体をまた紹介していきたいんですけども、ポイントが3つありまして、まず第1回目という眠りにシリーズ第1回目ということで、第1のポイントを紹介しています。それはアキレス腱です。アキレス腱、足のかかとの方ですね。かかとの上というかね、ふくらはぎから足のかかとの間の筋です。わかりますよね、アキレス腱ね。これアキレス腱が冷やしたりとか、冷やしたりしてる、あと、どういうかな、こわばってるっていうんですかね。運動不足なんかでアキレス腱がこわばってきたりすると眠りが浅くなります。でまた逆に言うとね、冬場こたつに足入れて寝るとすぐ寝れるでしょ。例えば足があったかい状態だと、すぐ眠気が襲ってくるというかね、眠りに入ってくるというか、それはアキレス腱がその暖かさで緩んでくるからっていうのが、この整体の考え方というか、整体理論なんですけども、なので、ここでは、今日はね、このアキレス腱を緩めるっていうことをしていただきたいと思います。普段の中ではね、よく、歩いたりとか、僕らがお勧めする運動としてはね、歩くっていう運動をお勧めするんですけども、ちゃんとね、通勤で歩くとかじゃなくて、できるだけその、荷物を持たないね、
左右均等に使うように歩くと、ちゃんと運動として歩くということなんですけども、そういうのを意識していただいて、で歩幅もちょっと広めにとってね、足をしっかり前に出して歩くっていうことなんですけども、そういうことを普段ちょっとこう生活の中に取り入れてもらうとね、このアキレス腱の動きっていうのは良くなってきます。で、あとやっぱり前々から言ってますように、足そのものを冷やさないっていうことですね。足の運動をして、かつ足そのものを冷やさないということで、でアキレス腱が活発言ったらおかしいですね、こう柔軟になってきて、眠りを妨げることがなくなってくる、やっぱっていうことです。で、やっぱりね、一番手っ取り早いのは温めるのがいいかな、やっぱり。すごい単純なこと言ってしまいましたけど、足ぬくもると眠たくなるでしょ、やっぱりね。さっきも言ったように、こたつに足入れて寝たら速攻寝るでしょ。で、湯たんぽとかいうのがもう昔からあるじゃないですか。こたついても電気、今は当たり前ですよ、電気ごたつなんですけども、湯たんぽいてもね、今やったら電気安価っていうかな、電気式のやつあるでしょ。そんなんがある前、もうな、多分、もう何年も前、何年も、何年どころじゃないね。前から湯たんぽっていうのがあるじゃないですか。で、僕あれ見た時にね、やっぱりね、昔の人は経験から知ってたんだなと思いますね。やっぱ足元ぬくいと寝れるっていうのはね。やっぱり、今まででもね、冷えのところで、足の冷えとかのところで言ったんですけど、靴下履いて寝てくださいとかね。で、足ぬくいとやっぱ気持ちいいですよって話をしたと思うんで、やっぱそれはね、アキレス腱だけじゃないんだけど、足にはね、いろいろ冷やしてはいけないポイントっていうのはあるんだけど、やっぱりこのアキレス腱をぬくもる、こたつに足入れるとか、湯たんぽ置くとか、電気なんか置くとか、靴下ちょっと多めに履いて寝るとか、いうことをすると、まず眠りが深くなります。だから変にね、お医者さんとか行って、お薬もらったりとか、そんな変なお薬飲んで、また変なね、変な疑わしいけど、こう、その薬に依存してしまうようなことにならないように、まずはアキレス腱を温めてください。手軽にできるのはね。で、この整体でね、ユキっていう方法があるんですよ。野口先生の本なんかで言うと、最初に合掌行気法とか言ってね、ユキっていう言葉、輸血の湯に気って書くんですけど、ユキって言葉が、手を当てることなんですよね。それができる方は、アキレス腱のユキっていうのをしてください。アキレス腱のユキっていうのはね、場所的にはもう、かかとに本近いところです。かかとから指、かかとのすぐそばからもう指3、4本分ぐらいのところですね。アキレス腱の根っこみたいなところ、根っこいところですね。そのところに輸気していただいた上で、で、足がぬくもるような湯たんぽでも、安価でも、靴下何枚か余分に履いて寝るんでもいいですし、そういうことをしてもらうとね、非常によく寝れます。寝入りが良くなりますね。速攻寝れます。ということで、今回は、眠りについて、眠りシリーズ第1回ということでね、最初のポイントはアキレス腱ですよっていう話をしました。また、次の話では、また自分でできる、ポイント、整体法を紹介していきたいと思います。では、今回はこれで、ちょっと一旦締めたいと思いますので、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。